はじかや神社は、石川県金沢市、二日市町か186番地にある神社、金沢市北部に位置する。表参道の入り口の鳥付近には、用水が流れ、用水の建設者を称える石踏みが存在する。境内は全体に薄っそうとした林に覆われている。山の斜面が参道になっており、社殿は小高い場所にある。祭神は、 石川県人社氏によると、波地、茅神と聖夜は神。ただし、現地に設置されている石碑によると、祭人は、波地、茅上、甘天照大臣、王神天皇、神宮皇后、中愛天皇、姫大臣、少なびこなの人、竹見和知人、京都主神、雨の小屋根の人、八坂刀売上、竹見中神。境内には、 小一位や渡三位なり者が存在。また、拙者として、仁兵道もある。仁兵道は、竹内すくねを祀る。偶司は、田地明諦次。また、本人のブログによると、社名の由来は、歯で噛んで辛いものすなわち、生姜わさび参照などの古語で恥、恥かみ、胡椒が、語源とのこと。創建は、養老二年。演技式では、国兵商社とされる。 呪永2年の元平北国合戦の折、陛下のため社殿すべてが消失し、現在地の田地下八幡宮に潜座されまた合わせの神社となったが、後、聖四以上の深海を持つ、はじかみ神が、八幡神より上位と考えて、社名が今のものに変更された。本来は、現在地の2キロ後方山手にある死亡高坂町の黄金清水に鎮座していた。大正14年には、 豪舎になる。旧舎地である死亡高坂町にある、有水黄金清水は、奈良時代、この地方が大干ばつに見舞われた時、国造が雨乞いのために当社にこもった。すると、37日目の満画日に冷水が湧き出して、人民は救われた。人々は神に感謝し、 備え物をしようと思いましたが、長く続いた干ばつのため備えるものがなかなか見つからず、たまたま寒天下にも自生していた生姜を捧げた。これが毎年6月15日に行われる、全国に類例のない生姜祭りの起こりである、遠く、江戸時代には、加賀、越中、能登の料理店主はすべてお参りしたといい。また、生姜の薬効から医薬の神としての信仰も厚く、 薬師も多く参詣したと伝えられ、現在もその趣旨は多くの人に受け継がれている。はじめまして、はじこみ神社の宮司でございます。はじこみ神主のブログ、2020年11月25日閲覧、生姜の研究、商品開発に力を入れる長屋園によって、当神社の6月15日の大祭に合わせ、日本記念日協会に生姜の日を登録、制定された。 ありがとうございます。